アルズオレアはアはメリカ合衆国の写真家である。Windows XP で標準の壁紙に設定されていた草原の元となる写真を撮影したことで知られる。彼は日刊誌、エンポリアガゼット、カンザスシティスター、ロサンゼルスタイムズで働いた後、ナショナルジオグラフィックで仕事をした。アメリカ合衆国環境保護庁のドキュメリカプロジェクトにも参加した。 1978年からワイン上像に関する写真を撮り始めた。1998年からシアトルに本部を置くストック写真会社、コービスと提携している。この会社はマイクロソフトの創業者、ビル・ゲイツが所有する会社である。オレアは1941年にミズーリ州バトラーで生まれた。初めて使ったカメラは10歳の時のブローニーだった。 子供の頃はパイロットになることを夢見て、16歳の時に免許を取った。セントラルミズーリ大学を卒業後、バトラー・レイリー・デモクラット紙にスポーツ記者として就職した。1961年に日刊誌エンポリアが Z にカメラマンとして、1962年にカンザスシティスターに記者兼カメラマンとして加わった。 1966年、ロサンゼルスタイムズのカメラマンとなるために、ロサンゼルスに転居した。1971年、ナショナルジオグラフィック氏の依頼で、アラスカの小儀式派と呼ばれる、ロシア系住民の取材を行った。1978年、ナショナルジオグラフィック氏の依頼で、ワイン醸造が盛んなカリフォルニア州のナパバレーの写真を撮った。それ以来、 ワイン醸造に関する写真撮影に興味を持つようになり、この地域の写真を撮るために拠点をナパバレーに移した。1985年、ナショナルジオグラフィック誌の依頼でインドネシアを旅行し、1万5千枚の写真を撮った。俺らの写真はナショナルジオグラフィック誌の表紙を2度飾っている。1枚は長距離飛行機で空を飛ぶ鳥人間の写真。もう1枚は自身の手で、 コンピュータチップを持っている写真である。オレアは約25年間ナショナルジオグラフィック誌と提携し30カ国とアメリカ合衆国のすべての州で撮影した。ナショナルジオグラフィック誌で25の記事の写真撮影を行った。その内容はメキシカンリビエラ、シベリア、カナダ、シリコンバレー、ナパバレーなど多岐にわたる。ナショナルジオグラフィックで仕事をしている間に 小型ストロボの使用法をマスターし、サンタフェ写真ワークショップで11年間を教えていた。1972年から1975年の間、オレアはアメリカ合衆国環境保護庁による1970年代の環境問題に関する写真記録を残すプロジェクトドキュメリカに参加した。このプロジェクトにはビル・ストロード、ダニー・ライアン、 ジョン・エイチ・ホワイトなど70人の写真家が参加した。オレアはドキュメリカの中で最も多くの作品を残している。1980年、オレアはクレーグ・アーネスと共に写真エージェンシーウェストライトを設立した。1998年、ウェストライトはコービスにより買収された。1998年、コービスは世界の主要なワイン産地の写真を撮るために1年間、 オレアを送り出した。フォトグラファーズ、ライクツービカムフェーマスフォーピクチャーズゼイクリエイテッド、アイディドゥントクリエイトディス、アイジャスト、ハップンドツービーゼアットザライトモーメントアンド、ドキュメンテッドイット、アイハドノーアイディアウェン、アイトック、ザフォトグラフザットエニシングライクザットクッドハップン、イットイズプロバブリーザモーストレコグナイズドフォトン、ザプラネット、写真家は、 自分が想像した写真で有名になりたいと思っている。私はこれを想像はしていない。私はちょうどその時にそこにいてそれを記録しただけだ。写真を撮った時何が起こるかはわからなかった。それはおそらくこの惑星で最も見られた写真だろう。オーリアオンメイキングブリス1996年1月、オレアはカリフォルニア州のナパ軍と そのマグンを車で通り抜けている時に道端で緑の草原と青々とした山腹の写真を撮った。その写真は携帯型の中盤カメラマミヤール Z67 で撮影された。オレアはこの写真をウェストライトに提出し、後にその権利はコービスに引き継がれた。2001年、マイクロソフトは 新しいオペレーティングシステムであるマイクロソフト、Windows XP の宣伝のために、オレアの写真を選び出した。マイクロソフトはこの画像に、ブリスと名付け、Windows XP の標準の壁紙に使用した。Windows XP の成功により、OS の一部として提供された、この画像は、歴史上最もよく見られた画像の一つとなった。マイクロソフトはこの画像を選んだ理由を、 マイクロソフトが顧客に提供しようとしている体験をこの画像は例示していると説明した。後のインタビューで、オレアはこの画像がこの惑星で最もよく見られる画像になるとは予想していなかったと述べた。オランダ語版の Windows XP ではこの画像の名前はアイルランドとなっており、それが撮影地を表したものだと信じられていた。本当の撮影地が明かされる以前、 撮影地を予想する様々な意見があった。さらにはデジタル処理により修正されている、もしくはコンピュータで生成した画像だという噂もあった。オレア自身は何の修正も加えずにコービスに提出したと主張しているが、マイクロソフトは画像の左側を切り取り、三幅の色を鮮明な緑に変えている。1985年、オレアは撮影した写真を、 オーストラリアのウェルドンパブリッシングに売り、シリコンバレーハイテク、ウィンドウツーザフューチャーという本として刊行された。1989年以降、オレアはワインとワイン産地に関する10冊の本を出している。2001年以降、本、カレンダー、ポスターの出版社としても働いていた。 ナッパバレーバレーホーダーズワインカントリーカベルネ、エフォトグラフィックジャーニーフロムバインツーワインシ o オ,オーサードウィズ・マイケル・クリートマン、ホーワードバイ、ロバート・モンナ・ビシャルドネ、ホトグラフスフロムアラウンドザワールドシ o オ,オーサードウィズ・マイケル・クリートマン、ナパバレーバレー、ザラント、ザワイン、ザピープル・ビューティフル・ワイナリーズシ o オ,オーサードウィズ・トム・エルクロ・ワインプレーセズ、ザラント、ザワイン、ザピープル c オ。 オーサードウィズ・デビット・フューアラー・ワイン・アクロス・アメリカ、エホト・グラフィック・ロード・トリップ・ CO、オーサードウィズ・ダフネ・ラーキン・ベアリング・ジャー・エス・ライン・ハウス・ CO、オーサードウィズ・ダフネ・ラーキン・ナパ・バレ・バレー、ザ・ラント・ザ・ワイン・ザ・ピープル。ありがとうございます。